よろしくお願いします。静岡県立大学の金沢です。すみません、通信トラブルありまして、発表を始めさせていただきます。よいしょ。こちらは発明の概要になるんですけれども、私たちはこの度低分子からペプチド核酸といった中分子までの幅広い薬物モダリティを脊髄へ非侵襲的に効率よく届ける警備投与型のナノカプセルを開発いたしました。警備投与型ナノカプセルの構造はこちらにお示しするんですけれども、一分子の構造は親水性ポリマーであるポリエチレングリコールと疎水性ポリマーであるポリカプロラクトンというブロック共重合体に膜、微粘膜を突破する膜透過ペプチドという特殊なペプチドがあるんですが、こちらを化学的にくっつけたものになります。これを水中に入れますと疎水性ポリマーであるポリカプロラクトンが自己集合、水に溶けきれずに自己集合することで容易に自己入荷して、このようなナノカプセルを容易に作ることができます。でこちらは疎水性部分を持っていたり、ペプチドが塩基性であるといったことから、静電的な相互作用や疎水性相互作用を利用して低分子からペプチド核酸といった中分子まで搭載することが可能です。これら搭載することで生体安定性の悪いペプチド核酸の安定性も確保できますし、ナノカプセル自体の細胞毒性といったものはいくつかの細胞で示されていないといったデータも持っています。脊髄に薬物を送る従来技術、それから私どもの新技術をまとめたスライドになります。従来技術としましては、脊髄の疾患に対する薬の投与経路として、まずは経口投与や静脈内投与といった難しい投与技術が不要で侵襲性の低いもの、こちらが患者さんには馴染みのある方法だと思うんですが、こちらからの投与になりますと血中を介しての脊髄への移行となりますので、血液脳関門や血液脳脊髄液関門という、脳脊髄に特殊な生体バリアなんですが、これによって移行性が著しく制限されるという、そういった課題があります。ですので治療域まで脊髄での薬物濃度を治療域まで高めるためには相対的に大量な薬物を投与する必要があるということで、末梢組織に対する副作用の発現が危惧されるというところで、投与の方法としては患者さんに優しいんですけれども、薬物を移行させるという点で大きな課題が残っています。で、一方もう一つは髄腔内投与と呼ばれる髄腔内に直接注射して薬物を送り込む、こういった手法も核酸薬などを中心に利用されています。これらは当然脊髄に効率的に薬物を送り届けることができるんですけれども、投与に技術が必要、医療従事者による投与が必要であるため通院なども必要となるということで、投与計画が非常に難しい、また侵襲性が高くて患者への負担が大きいということで、頻回投与や慢性の疾患に対してはなかなか使いづらいといった課題があります。で、これら従来技術に対して私どもの新技術は、鼻からナノカプセルを吸入するだけの簡便な投与で脊髄に送り込むことができます。すなわち非侵襲的に脊髄に薬物、私どもはさらに中分子のものまで到達させることが可能ということで、幅広いモダリティに対して患者に対しても QOL を向上させる新たな技術だと考えています。で、本ナノカプセルを鼻から投与するとどのように脳や脊髄へ行くかというところも現在検討しておりまして、これらは微粘膜に直接つながる2つの神経、少し見づらいですが黄色の嗅神経とオレンジの三叉神経がそれぞれ脳実質に近い黄色の嗅球、
それから脊髄に近い脳幹に黄色とオレンジの神経が投射しているんですけれども、この神経ルートを通っていくという、ノーズトゥーブレインルートというものを、著しく向上させることで、脳や脊髄に送り届けることができているんじゃないかという、そういった知見を得られつつあります。ここからは実施例を中心に紹介したいと思いますが、はじめにデキストランという水溶性の中分子で、こちら分子量1万ですので、蛍光投与や静脈投与では、まず脊髄に送達されることはないと言われる分子になります。でこれを警備投与、それからナノカプセルを併用した60分後の各中枢脳と脊髄の組織における分布効率、これをこちらに2番目のカラムに表しています。でさらに今回はナノカプセルは PEG-PCL-TAT という赤字で示しているんですけれども、対象として膜透過ペプチドがついていない PEG-PCL、 それからデキストラン単独、こちらも対象として同時に測定をしています。で部位としては嗅神経がつながる嗅球と脳の前方、それから脳の後方、脳全体、さらに脊髄というところで少し分割しまして、分布効率を見ています。一番右のカラムで、説明したいんですけども、こちらは相対比となっておりまして、デキストラン単独を1とした場合の上昇効率が数字として現れています。で結果としまして、いずれの部位においても、赤色で示したナノカプセルである PEG-PCL-TAT は 1.5 倍、から2倍程度の向上効率を、脳では示しております。で、さらに脊髄においては 4.4 倍ということで、脳よりも著しくその向上効率というのが上がるということを初めて明らかにしています。で、同様の、検討をもう少し続けた結果がこちらになるんですけども、こちらも同様に PEG-PCL-TAT というナノカプセルを併用して、デキストランを警備投与した時の脊髄内分布を見たものになります。左は単独投与とナノカプセル併用の形似的な脊髄への分布になりますが、図からも分かる、グラフからも分かりますように、投与早期からですね、ナノカプセルを併用すると、してない時よりも3倍以上、4倍近い向上の分布効率が、の向上が見られるということで、このナノカプセルは警備投与によって、中枢の中でも特に脊髄に効率的にこういった中分子を届けることができるということが分かりました。右は先ほどの表ともリンクするんですけども、嗅球の脊髄における分布の単独を1とした場合の向上効率を赤で表しています。先ほどの表の結果と相対的な値と相関しまして、嗅球や脳では2倍程度の向上ということで、このナノカプセルは当然、嗅球や脳にも送り届けることができると。でさらに脊髄はもっと向上させることができるということで、今回の技術としては脊髄に送り込む技術として紹介しています。でこのように脊髄に、本来蛍光や静脈投与では届けることができないと言われた水溶性の分子を、かなりの量を送り届けることができたということで、実際にモデルマウスを用いて治療効果を検証した結果がこちらになります。用いたマウスは筋萎縮性側索硬化症という脊髄の難病指定の疾患でして、トランスジェニックですね、 SOD という原因遺伝子あるんですけども、この変異体を入れ込んだトランスジェニックマウスを作成しまして、でそれで治療効果を見ています。用いた薬物は N アセチルシステインというもので、すでに巨炭やアセトアミノヘンの解毒薬として常時されている、臨床で使われているんですけども、それに加えてですね、動物や細胞実験において抗酸化作用を持っているということで、アルツハイマーやパーキンソン
ALS などに脳の脊髄の中に届きさえすれば治療効果を発揮するのではないかといった報告がいくつもある、そういった薬物になります。一方で送達で見ますと、送達効率で見ますと、静脈腹腔内投与では脳脊髄へ移行しないということで、私どものこの技術のコンセプトを証明するためには非常に良いモデル薬物として、この N アセチルシステインである NAC を使用しました。結果がこちらになりますが、左は運動機能になります。 ALS はマウスは15週例から発症して、この青色で示すグラフのように本来300秒走れるところが運動機能がぐぐっと低下していくという、そういうモデルになります。それが NAC を警備投与、単独で警備投与しても若干運動機能の低下を抑えることにも成功し、さらに PEG-PCL-TAT というナノカプセルと併用して警備投与することで、顕著なですね、運動機能の低下の抑制が見られるということが明らかになりました。実際にこれ黄色で示してるんですけども、同投与量の腹腔内投与、それから10倍量の経口投与では治療効果は全く得られていません。ですので、警備投与だけでもある一定の効果はあると思うんですが、このナノカプセルを使うことで、劇的な治療効果の向上というのを示すということを明らかにしました。で、右側は運動ニューロンの発現をウェスタンブロットで見たデータになりますが、左と相関してですね、ワイルドタイプに匹敵するほどの運動ニューロンマーカーの発現を維持するということで、治療効果までもしっかり発揮できるナノカプセルであるということが分かりました。で、さらに今度はですね、同様の径を使いまして、薬物を大環状構造を持っているポリペプチド、シクロスポリン A ですね、この大環状構造のペプチド薬というのも、新しい薬物モダリティとして、さまざまな構造体が注目されている中で、その代表的なモデルとして、シクロスポリン A を用いた結果になります。こちらもですね、結論としましては、赤色で示す PEG-PCL-TAT というナノカプセル、こちらを併用して投与することで運動機能の低下を優位に抑えるということに成功しました。一方で腹腔内投与や警備投与だけを使ってシクロスポリンを投与すると、その効果は全く見られないということで、このナノカプセルはNAC という水溶性の軽分子薬に限らず、シクロスポリン A のような大きなものでもするということに成功しています。さらにですね、今度は中分子の中でも siRNA、これも脊髄まで届けて薬効活性を発揮できないかということを検証した結果がこちらになります。同じ ALS マウスの変異体である SOD1 を標的とした siRNA をナノカプセルに入れて投与した際の、脊髄2つあるんですけども、胸髄と腰髄中の標的メッセンジャーの発現の抑制効果を見たものになります。抑制していればしているほどしっかりと薬効にもつながるという、そういう見方になりますが、結果より未投与群に比べてだいたい 30-40% ノックダウンするということで、髄腔内投与でだいたい5分の1量でこれぐらいのノックダウンを示すということは分かっていますので、それが非侵襲的な警備投与で発揮できるという大変有望な技術であるとが分かります。こちら最後のデータになるんですけれども、今までは脊髄の全角に値する運動機能のところを中心に見ていたんですけれども、最後に脊髄の広角である通角、このあたりにも効果を発揮するかということを神経障害性疼痛モデルマウスを用いて検証しました。薬物は同様に NAC、 こちらも通角に対して効果があると報告されたものですので両方に使いました。モデルはすでに気泡のモデルを使いまして、結果としましては、右側を疼痛モデルとしたんですけれども、縦軸が刺激した痛みの力の値になるんですが、モデルを作るとこの青色のようにわずかな刺激で痛みを感じてしまうものが
NAC とナノカプセルを軽微投与することで、かなり痛みに対して強くなる、ね、刺激に対して強くなるという、まず痛みの緩和、痛みに対しての薬効というものも獲得すると、発揮するということが明らかとなり、このナノカプセルは、まあ、侵襲性の低い簡便な方法なんですけれども、確実に脊髄に送り込んで、まあ、運動機能である前角に限らず、口角ですね、通角の口角にまで効果を発揮するという、そういう技術であるということが、を検証、実証しました。で、今回ちょっと省いたんですけれども、こちら非常に容易な調整法です。で、冷凍保存で1ヶ月間保存しても、物性などに影響はないということも分かっております。他にもナノカプセル自体にいくつかの基礎データは取って確認済みです。で、本技術で期待される社会貢献としては、まあ、非侵襲的で特別な投与技術を必要としないという観点から、高度な医療技術が発達していない国、地域での健康維持や医療にも貢献できますし、病院などに行かなくても在宅で健康維持として貢献できるこの自己投与、頻回投与が可能ということで、まあ、日本をはじめとした世界で問題となりつつある超高齢化社会や、まあ、現在感染症による自粛生活が、まあ、ウィズコロナとして続いていると思うんですが、こういったところにも貢献できる技術であるというふうに考えています。想定される用途は、まあ、一番はですね、医薬品ですね。でそれから、まあ、脊髄疾患、疼痛であったり、認知症の予防とか症状改善のためのヘルスケア、さらには動物の薬品なんかにも展開できるのではないかと考えています。企業への要望、ですが、軽微投与の場合は薬剤だけではなくて、やはりデバイスの設計ということも非常に重要となってきますので、まあ、こういった中枢を標的とした軽微デバイスの設計に興味のある企業、あるいは技術を持っている企業と共同研究したいと考えています。また軽微投与においては血種類が中心とした実証データしか今も取っておりませんので、まあ、非人の霊長類だったり少し大型化した場合のブルーホブコンセプトの取得を支援してくれるような企業も探しています。それからですね、まあ、脊髄や中枢を標的としているリード化合物や活性成分お持ちの企業で薬物調達ができないという観点で、まあ、開発が止まっているような企業に対しては非常に有効な技術であると思いますので、まあ、ぜひですね、連絡いただければと思います。ちょっと時間来ていますので、少し省きますが、現在技術としてはですね、 JST のいくつかの事業にも採択されて、この技術をよりですね、磨きをかけるというところ、このナノカプセルを磨きをかけるというようなところを中心に、現在製造法からナノカプセルの動態の改善などを行っている最中であります。今回お示しした知的財産権の情報はこちらになります。お問い合わせ先は、こちら静岡県立大学の教育研究推進部地域産学連携推進室となっておりますので、何かありましたら、いつでも、ご連絡いただければと思います。すいません、少し時間過ぎてしまいましたが、終わります。ありがとうございます。